チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、プレステ5のソリッドステートドライブ、韓国製では不安、についてです。晩ご飯のおかずが1品目減りました。具体的な理由がママから発表されませんが、マリン解説員によりますと、あや扱い、問題ではないかと。ゲゲゲ、やばい状況のマリナです。ソニーの PS5 発売、韓国半導体企業が歓迎する理由は？中央日報6月16日の記事です。ソニーが今年下半期に、プレイステーション、PS5 を発売する予定であり、韓国半導体企業の業績にも、プラスの影響を及ぼすと予想される。ソニープレイステーション5には、825GB のソリッドステートドライブが搭載される。前作までは、ハードディスクを基本搭載したが、今回の製品から、はるかに速いデータ伝送速度を持つソリッドステートドライブが搭載される。ソリッドステートドライブは難度型フラッシュメモリーが集まった加工品。2020年1から3月期の世界難度型フラッシュメモリーのシェアは、サムスン電子が 33.3% でトップで、SK ハイニックスは 10.7% で5位。待ってください。何を期待してるんですか？ノージャパンじゃないの？韓国専用機種でも作ってもらおうってか？ソニーのマークの横に、K とか、対極機とかつける気ですか？韓国半導体企業は、ソニー側への難度型フラッシュ納品を確認していないが、通常は複数の企業から、ソリッドステートドライブの供給を受けるため、サムスン電子や、SK ハイニックスが一部を受注した可能性が高い。サムモバイルなど、海外メディアはサムスン電子のソリッドステートドライブが、ソニープレイステーション5に、採択される可能性があると報じている。ユアンタ証券のイジエユン研究員は、今年下半期にプレイステーション5は500万台の生産が予想されるが、ソリッドステートドライブ容量は 800GB 以上とし、スマートフォン1台あたり難度型フラッシュメモリー搭載容量が平均 81GB 水準であることを考慮すると、プレイステーション5の500万台はスマートフォン5000台増加効果と解釈されると話した。こんなに日本製品に焦がれちゃって、ユアンタ証券のイジエユン研究員、新日大、大丈夫ですか？では、この記事に対する素晴らしいヤフコメをご紹介します。値段が高くなっても、日本製を使うべき。経済が崩壊しそうな国の製品を使う、リスクを考えた方が良いと思うけどね。それにね、日本でのイメージが良くない製品を使うのはね。ソニーにはぜひ、拒否ってもらいたいものです。いずれ難癖つけて、財産奪われると思います。韓国製部品を使用している PS5 の購入には、ためらいがあります。パクられた技術で、貶められてるのに。まあ仕方ないのでしょうが、やはり国産品を使用して、日本メーカーの成長に貢献してほしい。プレイステーション5の500万台は、スマートフォン5000台増加効果と解釈されるのも、すごいとんでも解釈すぎて、何を言いたいのか、さっぱり意味がわかりません。さすがに500万イコール5000はありえませんよね。それはすごい。差し押さえ資産現金化の場合に想定されてる、日本の報復処置に対する対抗処置になり得るんじゃないか。日本に対して報復処置など取ったら、ソニーに半導体は売らないぞって。早速、セーガの目安箱に提案を。極めつけはこちらです。ソニーに取材すれば済む話なのに、あえてそれはせずに、コリア企業に好材料があるかのようなフェイク記事でしょうか？そして、サムモバイルというのも、ただのサムスンのメディアだし、証券会社研究員も、コリアを動員して書かせたもの。すべては、株価対策の推測記事というか、飛ばし記事？明確なファクト部分は、韓国半導体企業は、ソニー側への難度型フラッシュ納品を確認していない。ここだけ笑い。フッ化水素などが安定供給されない韓国の半導体は、使わない方がいい。不良品率などがかなり心配。
不良品を隠して出しそうな、国民性も怖い。台湾、アメリカ製にしとくのが無難でしょう。そうですよ。フッ化水素などが安定供給されない韓国の半導体は使わない方がいい。もう一つのニュースが裏付けていますよ。韓国企業、日本輸出規制から1年で、超高純度フッ化水素の量産開始。中央日報6月17日の記事です。SK マテリアルズが、超高純度フッ化水素ガスの量産を始めた。17日、SK グループによると、SK マテリアルズは最近、純度 99.999% の超高純度フッ化水素ガスの量産を始めた。自慢げに言ってますけどね。その超高純度フッ化水素ガスは、本当に大丈夫なんでしょうか？それを使っていいのですか？ちゃんとしたものが作れるのですか？マリナには9が、あと7個足りないように見えるんですけど。昨年の輸出管理強化以来9は、増えたのかしら？あ、量産できるようになったのが進歩？粗悪品の大量生産ですか？北さん風に言うと、ゴミ、というところですか？ソニー的に、そのクオリティで大丈夫なんでしょうか？ SK マテリアルズは昨年末、超高純度フッ化水素ガスの試作品開発に成功し、キョン三部九度の40工場に、15トン規模の生産施設を作るなど、国産化作業を進めてきた。2023年まで国産化率を 70% まで引き上げることが目標だ。ニュースの内容も非常に薄っぺらで、ほぼフェイクなことがわかります。2023年って、国産化率 70% って。結局、輸出管理の問題が、壁として立ちはだかるんだと思います。ソニーさん、あらゆる角度から考えても、台湾、アメリカ製にしとくのが無難でしょう。ですよ。ママは、あやではありません。誤った報道を深く、謝罪いたします。ママは田中みなみちゃんそっくりな、ナイスバディーだと思うマリナでした。苦しい。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。